ぱり大好きな人たちと一緒にいる時が一番楽しいですね。それは仕事においてもプライベートにおいても心が開けて一緒にいて人と会話することは楽しいですね。家ではのんびりお茶したり、あと料理もしたり、最近作ったのはその美味しかったのがブラジルの豆スープっていうんですか、すっごい簡単でめちゃくちゃ美味しいんですよ。